迎賓館。迎賓館は、外国の国家元首や政府の長などの国賓を迎え入れた時に、宿泊等の接遇を行う施設。皇居宮殿での歓迎晩餐会の到礼など、外交議礼のための設演として、天皇や皇族などが臨席し、晩餐会が行われることもある。日本の迎賓館は、東京都港区元赤坂の迎賓館、赤坂迎賓館と、 京都府京都市上京区の京都御苑内に京都迎賓館があり、内閣府の施設等機関である。2015年度までは非公開だったが、節遇に支障のない時期、通常は8月に事前の申し込み、多数、抽選により一般参観することができた。2016年度からは観光振興のためユニークベニュー政策により、通年一般公開され、 赤坂迎賓館前提は申し込み不要で無料だが本館、主には和風別館はインターネット申し込みで有料、ネット申し込みできないものは正門前でも当日整理券で有料入館できる。京都迎賓館もインターネット申し込みで有料、ネット申し込みできないものは京都迎賓館西門で当日整理券で有料入場できる。 迎賓館の使用については、迎賓館運営大綱について、国、公賓の定義及び、接遇内容については、国賓及び、公賓の接遇について、などにより定められている。これらの規定によれば、迎賓館での宿泊及び接遇を行うことが、できるのは、外国の原種、またはこれに、準するもので、国賓として調整することを、閣議決定した場合である。また、 行政府以外の三権の長相等の外国の品格についても閣議決定により宿泊させることができる。さらに首脳外交など実務を目的として訪日する外国の元首や首相などに対しては公式実務訪問品格として宿泊を伴わない荘園その他の接遇も行われている。過去3回行われた東京サミットなどの多国間国際会議も この接遇範疇中に該当する行事として実施された。京都迎賓館においては、上記の目的に加えて、地方公共団体による外国元首、首相等の接遇にも使用できると規定されている。なお近年では、内閣総理大臣と外国首脳との会談には、外務省の飯倉公館、東京都港区麻布台1丁目が利用されることも多い。 東京の元赤坂にある現在の迎賓館の建物は、東宮御所として1909年、明治42年に建設された、六名館などを設計した、親とい外国人建築家、女イやコンドルの弟子にあたる、宮廷建築家編3棟の設計により、元木周藩の屋敷跡、明治6年宮城火災から明治21年の、明治宮殿完成までの15年間、 明治天皇の仮御所が置かれていた。に建てられた。しかしそのネオバロック様式の外観があまりにも過壁に過ぎたことや、住居としての使い勝手が必ずしも良くなかったことから、皇太子義人親王、後の大正天皇がこの御所使用することはほとんどなかった。義人親王が天皇に即位した後は、離宮として扱われることとなり、その名称も赤坂離宮と改められた。 1924年、大正13年、大正天皇の御子、皇太子広仁神皇、後の昭和天皇と、両子上、後の皇順皇后との婚儀がなると、その後の数年間、赤坂離宮は、広仁神皇一家の住居たる、東宮御所として使わされたが、広仁神皇が天皇に即位した後は、離宮として使用されることも、稀になった。終戦時には、 高松宮信人新郎が昭和天皇に皇居を出て赤坂離宮へ移り住むことを提案したが天皇は使い勝手が悪く経費がかさむとして拒否している。第二次世界大戦後赤坂離宮の敷地や建物は皇室から国に移管され国立国会図書館1948-61年法務庁法政意見長官 1948-60年、裁判官弾劾裁判所、1948-70年、内閣憲法調査会、1956から60年、東京オリンピック組織委員会、1961-65年などに使用された。その後国際関係が緊密化して外国の品格を迎えることが多くなり、またそれまで迎賓館として使用していた東京都、 港区市は白金台の旧朝香宮邸、現、東京都庭園美術館は手狭で随行員が、同宿できといった支障があったため、1962年、昭和37年に、当時の池田隼人首相の発意によって新たに、迎賓施設を整備する方針が、閣議決定された。これを受けて、池田及び、池田の後継として1964年、 昭和三十九年に首相に就任した佐藤栄作の二代の政権下で政府部内で検討を重ねた結果、旧赤坂離休を改修し、これを外国品格に対する迎賓施設に供することが九百六十七年、昭和四十二年に決定された。こうして五年の歳月と百八億円、公費百一億円、内装費七億円をかけて、本館は村の東後、 和風別館は谷口義郎の設計協力により田中閣営政権当時の1974年昭和49年3月に現在の迎賓館が完成した。新装なった迎賓館に迎えた最初の国賓は1974年11月に現職のアメリカ合衆国大統領として初来日したジェラルド・フォードだった。過去に2006年。 平成18年から2008年、平成20年にかけて大規模な改修工事が行われたことがある。2009年、平成21年12月8日、旧東宮御所、迎賓館赤坂離宮として国宝に指定、明治以降の文化財としては初の国宝となった。2016年、平成28年4月から一般公開、12月にはライトアップが行われた。 日本が独自の文化を守りながらの西洋化と、富国共兵に突き進んでいた時代を象徴して、天皇を武君の者のという印象を表現するために、正面玄関の屋根飾りや内装の模様などに鎧武者の衣装があるなど、建物全体に西洋の宮殿建築に日本風の衣装が混じった装飾になっている。また、当時電気が珍しかった日本において、 イギリス製の自家発電装置を備え付けて、照明に電気を使い、アメリカ製の自動温度調節機能付き暖房装置を設置した。ただし、この暖房装置は正常に作動せず、室温が突然上がったり下がったりするトラブルに幾度も見舞われたという。レンガ石像で西欧様式の建物は高温多湿の日本の気候には全く適さず、晩春から早秋にかけては天候によっては、 室内の湿度が著しく上がり、暖房はあっても冷房はないために居住性が著しく低く、これに対処するために、片山東熊は電気式の除湿器を設置する計画も考えていたが、こちらは実行に移されなかった。建築当初の調度品はタペストリーなど日本製のものもあったが、椅子などの家具の多くはドイツやフランスなどから輸入したものを使用していた。 この建物が迎賓館になった際に、建物から放出されたこれらの家具の一部は、現在博物館、明治村に保存、公開されている。主庭は、全面砂利敷であり、中央には、噴水池や花壇が設けられている。フォード大統領、1974年、花水木、エリザベス女王、1975年、ブラウンウォーク、ゴルバチョフ大統領、 1991年、冬母大樹の記念植樹がある。正門から本館へと向かう左右、東西方向に立つ、旧絵室目所。シンメトリーで、双方とも23.36.4メートル、地上1階、地下1階、寄せ棟作り、スレート武器、国宝指定。京都芸品館は、1994年、平成6年10月に、 国立京都芸品館として建設が閣議決定され、2005年、平成17年4月17日に開館した。英字表記は、京都ステートゲストハウスである。洋風の赤坂芸品館とは、対照的な和風建築として、日建設計により設計され、江戸時代に、園家、柳原や、串毛家などを、複数の区家の邸宅が建っていた京都御苑の敷地の、 北東部に建設された。南側を表、甲野場、北を奥、指摘施設と位置づけ、建物の南半分には会議、階段、晩餐、和風会食、管理等の施設が、北半分には品格の居住、宿泊のための施設が配置されている。開館後発の国賓は、ベトナム社会主義共和国主席のグエンミンチェットだった。 2007年11月28日29日、滞在。玄関前の新の庭、館内の中央、行の庭、品格宿泊室に面する草の庭の三面で構成される。庭や一如の現代和風の庭園として、天崎博政の監修により、佐野東江門を当領とする京都の庭師により作られた。国際博覧会が開催された時は、 外国間参加の各国から王族、元首、閣僚級の品格が各国のナショナルデーに会場を訪問するために迎賓館が設置される。万博迎賓館として前述の内閣府の迎賓館とは区別される。国際博覧会開催中だけの臨時施設であるが、博覧会閉幕後も保存されている例もある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。